はいどうもこんにちは、ピアソのゆうとトンです。今回はですけど、急にですね、明日新マップがやってくる告知が来たということで、その新マップをね、先に見ていこうかなと思います。やっていきましょう。これがね、もうほんと明日実装されるらしい、うん、で今急にね、公式のツイッターの方から新マップの情報が見れるらしいんで、まあ一緒にね、皆さんと見ていこうかなと思います。罪の森か、多分これがマップ名かな、まあらしいので、まあとりあえず見ていこうか。罪の森らしきもの、じゃあ皆さん行きますよ。映像がこちらになります。どうぞ。さあスタートして、お、なんか緑色の川がある。すごい、あ、セックスっぽい感じ。ああそうだね、それっぽい雰囲気。ああなんか工場っぽいものもあって、あ、出た、 Don't look at me みたいな。ブランコ、あ、出た、少女だ。記憶にあるブランコってどういうことなんやろ。これは多分あれじゃない、その小説家の記憶の中にある、あ、その小説家目線で見覚えのあるブランコってことなんじゃないかな。え、これハンターもサバイバル。うわすげえ、新しいアスレチックだ。え、すごい、遊具出たな。確か避けれたな、今のは避けれたろ。はい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 、建物多そうな。今さ、今見てるやつも奥にさ、高低差が結構ありそうな、高低差付き建物が2つはあるのかな。でゲートと、あー仲良く出てった。ほー、なるほどね、これは面白そう。ちょ、もう一回見てもいい？あ、もう一回。あ、でもちょっと、とりあえず感想言うなら、まあなんだろうな、結構高低差あって、マップ自体はなんか狭そう、なんか工場に似てる感じ。なんかさ、めちゃくちゃでも暗そうな気がする。確かに、探偵といえばあれあるじゃん、レオ説で、レオといえばレオの思い出、工場、まあ工場焼かれて泣いてるみたいなストーリーがあるから、まあやっぱ工場とちょっと関わりあるかなと思ったけど、どうだろう。じゃもう一回見てみようか。はい、いきますよ。はい、スタート。さあ、ここのスタートでも別にそんな似てないな、工場とかと全然違うもんね、うん、むしろ監獄のような感じにはなってる。見てるアニメにすごい似てるんだよ。でもあれかもしんねん、今さ、いろんなストーリーが出てるじゃん、うん、でこのなんかどうやら少女がこのゲーム儀式が行われる日がもうすぐだみたいな感じの段階なのね、今がストーリーが、うんうん、だから多分このマップは少女の、まあ、処刑というか、この儀式が行われた現場っていう意味で、明日解放なんじゃないかな。まあ、最近どんどんね、ストーリーも進んでるもんね、うん、そう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 、うん、ずっとこのいた少女がようやく出てきたんですよ。もう出てくるんですよ、多分明日ぐらいに。マップが来て次に少女って感じかな、かな、多分、うん、順番でやったら。だからおそらく俺の考察で言うんだったら、このマップに多分そのずっと探していた少女の秘密があるのではないかっていう感じじゃないかな。楽しみやね、明日、うん、明日実際にね、その使えるようになったらまた動画でも紹介すると思うんですけど、うん、今回はこういったお知らせが来たよってことでね、事前に、はい、紹介させていただきました。はい、まあ多分、小説家と同じ感じで遊べると思うんでね、皆さんよかったら明日、朝日本時間で11時かな、多分だと思うんでね、お楽しみにしてください。さあ、ここからはサバイバーで遊びながら新マップについて考察していこうかなと思います。使っていくサバイバーオフェンス、まあ、世間がねコナンコラボの服部平次に盛り上がってる中、俺はペルソナコラボのリュウジを使っていくっていうね、はい。で、まあ罪の森どうだろうな、まあ、あれ見る限りね、すごい面白そう、まあ、新しいギミックがさ、めっちゃいろいろあって面白そうだなと思うのと、まあ、あれ見る限りの情報だと、まあ、多分あそこの緑の川が流れてるゾーンと、あとでっかい2階建ての小屋があるゾーンと、なんか上の方にさ、牢屋とかがいっぱいあるゾーン、あそこに多分丸太のなんかジャンプのなんか綱渡りみたいなのがあるのかな、まあっていう感じの3つだとは思うんだけど、大きく分けて、まあその中で多分ね、一番ヤバそうだなって思ったのは、やっぱり緑の川が流れてて、あの少女がジャンプしてればあそこね、あそこがね、あーやばい、ミスったけど、なんとかなっていくなんとかなっていくなんとかなった OK、 まあっていうとこかな。なんかね、見る限り全然板なかったくね、あそこのステージ。あったか、あえてそのムービーでは板を映さないようにその動画内でやってるのかわかんないけど、本当にあの枚数の板なんだったら、本当に1枚も見てないレベルだったから、まあ、とにかくその、ギミックが強い代わりに板がないみたいなマップなのかな。でも、中央のさ、緑のジャンプできるとこやばいだろうな、あれ。あそこぐるぐるして、なんか戻れそうなんだよな。わかんない。緑の川はもしかしたら渡れないかもしんないけど、いや、どうなんだろうね。マジで楽しみだわ。まあ、ほんと、2階建ての建物みたいのがたくさんあるっぽいから、多分あそこのムービーで見えてるやつより多い気がなんか、ちらほらしてるんで、まあ、どうだろうね。ああ、どうなんでしょうね。ほんとに板がないんだったら、もう、読み合いを捨てて、もう曲芸とか、患者みたいな距離調をしてくれっていうマップ。まあ、でもさすがにそこまではしないと思うからな。どうなんだろうな。さあ、うまいことスタン決めていって、もう今日はね、もう罪の森、なんか森といえばその鹿がね、狩猟してたんで銃を背負ってきました。もう殺意マシマシでいくわ。もう一回だけスタンで止めたいな。
まあ、他で気になる点で言えば、まあ、なんだろうな。まあ、でもね、遊具って聞くとね、ちょっとハンターが、うってなんか身構えちゃうさ、印象があるじゃん、このゲーム。このゲームにおいて遊具とはもう一切ね、楽しいことないものばっかりなんで、まあ、怖いんですけど、まあ、多分、慣れていけば、まあ、どっちにしろ大丈夫なんじゃないかな。でも最近、すごいよね。まあ、小説家しかり、少女しかり、この新マップしかり、全部テストサーバーで試すことなく、実装してるから、すごいバランス調整するの難しいと思うわ。大丈夫なんかな？テストしたんかな？まあ、でも、なんやかんやさ、テストサーバーで、なんかやってとか言って、そのまま調整あんま入らんから、まあ、最近は落ち着いてるか。いや、ウィル、グレイス、ロー人形。いや、落ち着いてはないな。大丈夫かな？新マップ大丈夫かな？まあ、不安はあるけど、まあ、楽しめたら、まあ、なんでもいいわ。これはちょっとタックルいけないな。まあ、1回目救助でこれも残り動き 2台だから、ここちょっと守られちゃうのは厳しいけど、なんとかなるはず。さあ、鏡出させる。よしよしよし。どうしようかな。こっち側から回っていくか。明日朝から、食らう。あれ遊べるらしいんで、まあ、そこで実際に遊んでみたらまた動画にしようと思ってるんで、皆さんよかったらね、チャンネル登録、通知とよろしくお願いしますっていう宣伝を挟みながらね、遊んでいこうかなと思います。まあでも、全然今回はテストサーバーだけじゃないから、みんな遊べるから、全然それは嬉しいですね。どうしよう、ここ回していっかな。でもロボが多分あると思うんだよな。ロボにガンガン回させて、で、こっち側をハンターに意識を向けとけば、通電をするはずっていう俺の読みどうかな。やばい、これ俺騎士が殴られるとちょっとだるいけど大丈夫か。オッケーオッケーオッケー、ガンオイね。まあ回復はなくていいかな。うん、こっちが回してます感出しとけばなんとかなるはず。オッケーオッケーオッケー、いいね、騎士も分かってる。こっち側もあわよくば回してやろう、そんな気持ちで頑張っていきましょう。さあ読み分ける。よしよしよし、多分ここ寄せるでしょ。で、寄せて、で、ちょっとでも釣る時間を、稼がせて、で、最終的に、まあ、なんとか、うまいことすればいいんじゃないですか。で、俺締めたい。絶対これ俺に出すから、鏡。で、そうすると、義士が急になんといけてしまうっていうね。で、鏡傾けたら、次こっちが入って、で、入れ替わりまですんのか。じゃあ、ダウン取られちゃうけど、救助はでも、いけるかな。救助はいける。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、いいわ。ダウン。いや、ナイス救助。で、鏡使ってるから、これも、無理じゃないか、ハンター。向こう側回して、ロボットと曲芸が一緒に回してて、で、義士が救助来て、義士救助、即救でトンネル、即トンネルみたいなことされちゃうとワンチャン怪しいか。まあ、なんとかなるか。よし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 。いや、マジで、俺が一番気になってるのは、罪の川の、緑の川のとこのロープ。あれが、一生なんかグルチェできるんだったら、やばいなとは思うけど、多分、俺の予想は川は、渡れない。判定な気がする。で、最新ワープは作れない。川だから。もう分からんから、川だから。ナイス。どうなんだろう。川渡れない判定だったら、最新ワープ使えんのかね、あそこ。うわ、気になるな。いろいろ気になるわ。じゃあ、明日、ちょっと頑張って、のんに最新使わせるか。いや、でも、少女も来るのかな。多分、少女は来ずに、明日は多分マップだけかな。で、その次のショーとか、でっかいやつで、少女も一緒に来る可能性は。あるんじゃないかとは思ってます。さあ、鬼没か。鬼没は吐かない。使わないね。鏡でダウン取るか。オッケーオッケー。じゃあ全然、それでいいわ。傾けさせて。オッケー、鏡が火。ワンチャン、瞬間移動か。まあ、それはしゃあない。よしよしよし。で、向こうが。あ、まずい。これもしかして。これ飛びだよね。心理学者。うわ、持たれるか。でも多分ゲートは開いてる気がする。オッケー、先に行くよ。回復中止助けに行く。飛びだよ。心理飛びだから大丈夫かな。俺は多分ね、鏡も吐いてるし、瞬間も使ってるから出れるはずなんだけど、どうだ？飛んだ。まあ、出れるでしょ、さすがに出れるでしょ。こっち側もアクシー。先行く。オッケー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 。よーし。なんか曲芸のチャットの位置が、なんかやや不安だけど大丈夫かな。まあ、今日はね、明日新マップ来るということで、その告知動画でございました。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。